さあ始まりました寿司トーク。天ぷらこと大村です。藤山こと天子春久です。始まりました。ということで今回なんとここは、とある旅館に来ております。静岡県の伊豆長岡に来ておりまして、なぜ旅館のこの宴会場かと言いますと、寿司ボーイズと行く、バスツアーの、こちら、1日目のこの夜の宴会っていうことで ねこちらで今もう飲んで食べて、大はしゃぎで我々もこんな格好しておりますが、これもバスツアーの一環でして、ここにいるねこのカメラの後ろにお客さんがもう300人ぐらいいるんですけども、このね寿司ボーイズを愛してくれる、お客さんと共に今日一日バスツアーをしてきたんですけれども、そこで御殿場のアウトレットに立ち寄り、我々のコーディネート対決ということで、お客さんが選んでね、お客様が僕に似合いそうなもの、藤山に似合いそうなものっていうのを、各アイテムずつなんで、コーディネートは考えられないけれども着てみてどうなのかみたいな感じでやってみた結果こうなっているという、そういう感じですね。そして宴会ですし、みんなで何か遊ぼうということで、この人数でロンゲームを今からやりたいと思います。旅館の人が混じってんじゃねえか、おかみさんが一人混じってんじゃないかって、中井さんじゃないよって。あ、どうも、中井こと中尾です。あ、いいですね。で、38人で、ロンゲームやるんですけれども、罰ゲームがかかっているということで、一番最後まで残った人には、うんぐいの歯間ブラシを食らわせるということになっております。出ました。まだやってないですよね。これやってません。これはね、それを言ったところ、6人ぐらい辞退が出ました。そしてなんでやるかというと、皆さんの、後ろにある、皆さん自身の名前をホワイトボードに書き出させていただきましたので、これをおのおの一つ選んで、誰がこの名前言いそうかな、今から書いて忍ばせて、これ一人一人発表するのはこれちょっと今回無理でしょうね。はい、まあ、我々だけでもやっておきましょう。我々だけやろうか。はい、お客さん全員はね、カメラで見せずに潜ませておきましょう。これはもうダブロン、トリロン、いろいろもう複数論が、まあ、クワトロンもあるでしょう、ね、クワトロンもありますよ。4人シェンロンはないですか。シェンロンないですか。なるほどな。納得してる。ロンでな。はい、ロンでシェンつけて。そうそう、はい、皆さん、おのおのロンの言う練習しといてくださいよ。すぐロンでもいいし。で、ロンですよ。皆さん、せーの言いますよ。せーの。ロン。せーの。ロン。言うタイミングは、皆さん、こうやって、一人一人順番が来ます。はい、私が大丈夫だと思う人は、例えばじゃあユイですとか言ってユイを消せます。はい、消してその人が自分のところに帰って着席座るまでの間にロン言ってます。だから消した瞬間にロンでもいいし、いいよ、焦っちゃった人はそこでロンしちゃってもいいし、でこう言ってロンでもいいという、はい、このロンの間を楽しむゲームなんで、これは、はい、はい、数秒下向いといていただいてもいいですか。すいません、お客さん、はい、申し訳ないです。あ、はい、お客さんには今お客さんは見えないで、ね、はい、この状態で、はい、じゃあ俺も見ないので、じゃあこちらです。こうか、この方です。はい、この方です。これです。こちらです。うわ、やっちゃったかな、俺です。こっちですか。はい、はい、あとみんな集まれ、トゥーリオか。お前トゥーリオか。はい、
で、じゃあ座ってもらってこういう順番でね、はい、順番としては大丈夫ですか。今の間座布団持ってきていただいても大丈夫ですか。で、どこから時計回りにしましょうか。じゃんけんじゃ、あ、そうか、でもこれ大事なんですよ。いや、お二人で俺たちやって、うん、もうお二人が最初に行った方がいいんじゃないですか。 OK、 どっちかが得するのね。はい、俺からだったらこうだし、こう回るか、藤原だったらこうだしね。てこここ、こけここち、蹴った、あーおい、こっちやわ、ごめん、この辺 OK、 あーごめん、こっちから始まる、これ不利です。さあ、藤山から行きましょう。皆さん、ローンする準備 OK ですか。いや、絶対一人いるじゃん。絶対いるですよ。うん、セーフだと思う名前は、はい、ヤンマーです。もう行けたって、ヤンマー通ったんじゃねえか、これ通んの、これローン。つる抜け、つる抜け、優待ゲームバッチシだよな。今言い方いいよ、ロンの。いい、もっと粘りつけてもいい。どういう感じで。うおー一世ほほです。座っちゃうよ。いやいや、一人ぐらいいるんじゃない。通った。どっち？通った。通ったところでだよね。そうですよ。うん、また抜けないだけだ。抜けないだけだよ。早く当てる。自分がローン言った方がいい。あ、なるほど。かき揚げです。うわ、メンバーいった。メンバーいった。それはすごい。このタイミングで行くメンバー。多分。ローン。ありがとうございます。ありがとうございます。抜けた。あ、ローン。マジで？私も書きましたよ。自分で？自書き？出たからよかった。書き上げの手を上に向けてゴートザモンしてる。書きました。やった。じゃあ、抜けた人はちょっと抜けましょうか。画面が。あの、わ、ちっちゃくしやばいよ、皆さん。どんどん確率減ってきちゃった。すき焼きはダメだった。どうぞ。はい、私がセーフだと思うのは松本さんです。松本来ましたよ。さあ、座るまでですよ。さあ、ゆっくり。ローン。ああ、すごいな、絶対ローン入るじゃん。セーフだと思うのは、マミさん。マミ。マミがセーフだと思いました。はい、さあ、座るまでですよ。なんだそれ。もどけてるな、あの子は。ほら、通った。黄昏時さんです。来ました。おー、国さん。国さん。おー、のんさんです。のん。うおー、言い方、言い方いいよ。言い方いいね。あ、いいね。あ、言い方いいですよ。いいね。だいぶいい言い方ですね。ひなさんです。ひな。おお。こんだけないってことはダブロン、トリロン。そうなんだよ、がいっぱいあるんですね。めちゃくちゃ被ってるってことですよね。だってみんなばらけたら全部いろいろなんだから、うん、なるほどですもんね。私がセーフだと思うのは三重さんです。もう分かんないよ、これが来そうだよ。どうなんだ。リオン。なぜ当てさせる。そしてなぜ三重にした。三重の名前で、あ、ロブロロロブロロロロ。やべえな、これ。名前面白いからさ。名前面白いって言うな、失礼だな、名前面白いって。おばさんみたいな名前なんでさ。よし、食らっちゃいますよ。よしよしよし、まずいよ、これは。
と見つけ書いてくれてありがとうね感謝私がセーフだと思うのはヨッシーさんヨッシーヨッシーあれどうなんだまだねあそこまであそこまでだから座るまでだからね、うん、おーおーセーフセーフタケさんですタケ来たぞおお座り方も分かってんねゆっくりもうあの5、6あるかもしれないね、うん、本当に、うん、5人めっちゃこんな出ませんさあ奇跡の52歳サトシさん出たサトシ行ったぞサトシ行ったよサトシ出るかなそういうもういや何の変哲もないのって意外と怖いよ1年、2年、3年、サトシはね、本当に3年ロールイエーすげーなーあ、もう一人おーダブロン3つロンが3つロン抜けた抜けたなんであんなにロンされてたくせに抜けるんかちょっと抜けていただきたかったですけどねさあじゃあちょっと輪を縮めましょうか輪を縮めてください、はい、まだ残っちゃいました今ので次は黄昏時かな、はい、まずいよ仕上がってんだから今日の彼のフロスは絶対仕上がってるうわやべえ私がセーフだと思うのはゆずね危ないこれはやばいですねこれは危ないぞ何を持って危ねえんだよゆずねあいつ何を持って危ねえんだよゆずねっこはちょっとこれ危ないです元々でも活躍してたしねもう食いますよ僕のゆずねっこが認識されてるからうんおぉちかつんですちかつんどうなのなんか今ちょっと動いてたおっという顔した人が何人かいました座る前ですよあ足が鳴りましたね今ね大丈夫膝鳴りかもしれませんうわー行った行ったんじゃないこれはロンの嵐でしょうろー一論一論入りましたなんと恥ずかしいですね、一応みんな書いてると思うじゃんまあ、逆にデナーっぽいからねレイさんですレイそこ行きたいよねいや、俺もそう思いますされたセーフあぶねーあーこやっぺなんか危ないよわ、取られたその結構当たってたからね取られたなロールロンの言い方マスターしやがったよあいつあと膝が鳴ってましたけど膝鳴ってました後藤さんです後藤は危ないこれはやばいなんでそんなすぐに消せるの後藤はね来たよどうだチャンジュンチャンジュンチャンジュンロー早めのな、はい、ロー やべえメンバーも俺しかいないちなみにか、お前もロンって言ってないよね言ってない俺がカメラ変えろかお前ここ座っといた方がいいでしょあ、うんうんはい私がセーフだと思うのはユミコさんですユミコさん来ましたさあおお。お前一周しちゃうよツルですツルどうかうわノブトイノブトロンペタノブトロン来ましたナオコさんですナオコさんです座るようわあ後藤が抜けたここで後藤が抜けた大将ですうわいっかこれは抜けるで大将です抜けてくれ抜けるでしょ座るよ座るよロー ロ, ーロー来ましたなんだよヒロさんですそれ大丈夫っぽいなおまだいるんだ通る人は早見さんです早見さんアルファベット言う言うだん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 ロー
やばい。これやばいって。これやばいよ。これ絶対やばい。これやばいって。マジでマジでやばいって。抜けました。忍びさん。うわ！いった！いった！いった！ロー！ロー！ダブロン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 ！ダブルロー！ダブって！はい、じゃあ。船さんね。船。ロー！ロー！やばいって！やばいってもう！遠藤さん。かけたらよかったね。そうっすね、ちょっとあらぁぁ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 ぁあなたで渡した。違う違う違う。二連敗ね。六？六しか被ってますね。で六人以上いるから確実にすごい固まってます。で天ぷらさんと歌舞伎さんすき焼きさん残ってるか。あと9人残ってます。人は。じゃあ多分残るだろうな。私が大丈夫だと思うのはゆいさんです。あ出た。来た。うわこんなリーダーハモっちゃうんじゃないの？ハモっちゃうんでしょ。あれ？うわ、うわすごい。1,2,3,4,5だ。5か。メガネ屋ネロリすき焼き天ぷら歌舞伎。天ぷらっていう名前。歌舞伎さんです。お歌舞伎いった。私。おない。だって。いないの？いないのこんなにいて。さああと4だよ。メンバー2人。お客さん二人です。メガネ屋ネノリ、ネロリ、すき焼き天ぷら。私が大丈夫だと思うのはすき焼き。ふふわ。ベスト、ベスト、今日これは。ロー。うわ。一人。あれだ。一人。待ってみんな一緒。これで一気に8人けたか。俺が大丈夫だと思うの。ネロリ、ネロリ、ネロリ、ネロリ。さあ、座ります。いない。これやばいじゃないですか。もう2分の1だよ。そういうこと。メガネや天ぷらの2個で人間の数が。自分が書いたの書けないからね。そうですね。自分以外の。ここでほぼ終わり。書いてないのか。書いてないのか。え、どうなんだこれ。私がセーフと思うのは、メガネ屋さんです。え、これはまあロン来るでしょうね。まあ絶対来るでしょう。さあその残るのがどういうことか。ロンは？ロン！七の。ちょっと待って。なんでメガネ屋さん人気あるんだ。おい。メガネ屋。誰？メガネ屋。ありがとうございます。なんでこんなに下がれたんですか？分かんない。テンプラ1位。テンプラ1位、メガネ屋7。ヤンマーが流行る罰ゲームなんですか？ヤンマー罰ゲーム。どうですか？あの、も会では見たかった。会で見たかったんで。一応経験はしてみたかったと。経験したかもしれない。彼女もしかしたら死ぬかもしれないんで。大丈夫ですか？頑張ってほしい。頑張ってくれとエールを。じゃあ歯間ブラシを。いや入ってますよ。うわうわうわもう。あやべ。え？くせ。はい。うえ。どうですか？お。ちょっとやばい。うえ。作られと言っても過言ではない。これはやばいっす、マジで。できてます。冗談抜きで。ちょっとなんかバケツも一応用意してください。じゃあ立ち会い人が。はい。では。はい。ゆっくり自分の中の空気を外に出してください。お願いします。いきます。で止めました。ゆっくり書いてください。
ボクサーがレバー打たれて倒れた時の音だよ、ね、ボディ打ちで何発かやられて倒れた時、ね、倒れた時のいやーというかどうですか、何系統の方向性は何ですかね。あカン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 、ありがとうございます皆さん。